藤波五一、以下先哲症増臭より、エマランサイ、エマランサイ天保9年7月8日は、日本の蘭学者、蘭宝医。名は、春拓、字は、元康氏、通称は春年。子に、エマ松祭、エマ再興、孫に、エマ活動。門弟に、飯沼翼菜、伊藤圭介、水谷豊文、山本坊陽、小森桃、藤林博さん、坪井信道。 乱災は延長4年9月27日を大垣藩、墨創造の家に生まれ、後に大垣藩を範囲、江間元墨の養子となる。漢方医学を極め、医学に並々ならぬ自信を持ち始めたが、杉田玄白、前の良宅の解体新書を読み大きな衝撃を受けて、乱学を志す。完成4年江戸に出て、杉田玄白、前の良宅に弟子入りすることを決めた。 46歳からの挑戦であった。3年の後自身の乱学のレベルが、死に並ぶであろう、自信を得ると帰郷し、大垣に、私塾、高蘭道を開いた。しかし当時は乱学に強い偏見のある時代であった。ため敬遠され、人は集まらずに生活は急防することになる。そんな状況に変化が起こったのは3年後の完成10年、京都の西本願。 テラカド処分所が病に倒れた時である。漢方医学ではもはや手の施しようがないという時、乱邦医学の助けを得ようと乱歳に声がかかり、乱歳が薬を処方すると、たちまち効果を発揮し、文女常人は命を取り留めた。このことはすぐに世間に知れ渡ることになり、患者や弟子死亡者が殺到。そのにぎわいに、旗子まで立つほどであった。 以後この史軸から300を起こす門弟が巣立ち蘭斎は、美野蘭学の祖と称された。天保9年7月8日死去。去年92。蘭斎は医学のみならず、文人としての際もあり、多くの文化人とも交流を持った。また、蘭斎の門弟は後に、江戸蘭学、京都蘭学、大阪蘭学を支える、重要人物として体制していくなど日本の各地に、 乱学の地を芽吹かせた人物として、モンテーツボイノブミチ、小森桃モと共に、岐阜の西洋医学三大化と呼ばれている。乱西は、かなりの倹約家で、硯の水も雨水を受けて使い、水の豊富な大垣でなぜそんなことをするのかと問われると、こういう小さなことから倹約する気持ちを持たなければ、本当の倹約はできないと答えたという。しかし、 死の前の両宅が困窮しているのを知ると愛読書を売って金に換え死に送るなどただ倹約に走るだけではない一面も見せている。ありがとうございます。